とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。パワー1から251まで何時間かかるのか。今、12時間プレイしてます。今日は1時間半プレイをして、合計13時間半までやりたいと思います。今のレベル、そしてパワーですけども、こんな感じです。レベルは72、パワーが192まで上がってます。まあ、なかなかだよね。あ、もうちょっと上がるな。うん、195まで上がってます。今日の目標が、アポカリプスの解放だね。プラス21かな。今18なのよ。今18。で、21を解放するのに、18でのボスを6体倒さなきゃいけない。さすがにね、6体は1時間半じゃ無理かな。で、その次は、21で7体だからね。まあ、とりあえず、倒せるだけ倒しましょう。の前に、要塞を3回クリアして、鍛冶屋を完成させますね。まずこれからやっていきまーす。それではパワー上げ終わりました。防具だけ203だね。203か。まあなかなか厳しいかもしんないけども、まあ次出たやつを装備していっていいからね。フロストサイズは205、ハープクロスボウは207まで上がってます。まあまあまあ、いけるんじゃないかい？これだったらば。まあ行ってみましょう。はてなはてなはてな、ボス行きましょう。やっぱね、サイス強えわ。サイス、あー、待て待て待て。ドラドラ。ドラ使っていかんと。サイスはやっぱ強いな。うん、ものすげえ火力だわ。終わりー。いや、いい感じ。本当にいい感じ。1時間半でどこまでいけるかな。4体は倒したいところやね。2箇所目、かぼちゃ来てまーす。いや、余裕だね。あのね、やっぱり、ハープクロスボウがむちゃくちゃ強い。ハープクロスボウがあれば、なんか大概いける気がするよ。まあ、エンチャがいいもんね。マルチショット、長弾、虚無。よくこれが出てきてくれた。では、もう少し進めそうだね。次は、鉱山ですね。ここまでは楽勝。で、あとが、沼と、火事場と、寺院か。この3箇所ね。沼、火事場、寺院。ああ、なかなか厳しそうだな。まあまあ、今のところ、まだまだ全然楽勝ですね。やっぱり装備が揃ってくると、それなりに強いぞ。いや、これはやべえ。いや、いける。オーケー、ハースロスボーがマジで強い。次は沼ですね。まだ時間はありますね。ちょっと待って。あぶね。ここはね、ぜひともこれを装備していきたい。よし。OK。ハープロスボートの応募打ちで全然余裕でいけますね。まだ、あと2箇所いけるかもな。やっぱり、ブーツつけてダッシュしていくと、早い。めちゃめちゃ早い。では、次は寺院ですね。残り、あと10分ぐらいか。10分ぐらいあれば、まあ、火事場もクリアできるんじゃないっすか。多分いけるよ。よっしゃ。んで、そうね、火事場は、あれ使います。さすがにちょっと時間が足らなくなってくるので、膝をちょっと使っていきますね。OK。いくぞ。でもこの攻防打ちがね、むちゃくちゃ使えるわ。OK。では、ラストの火事場。行きましょう。残り10分ほどですね。とにかく、急いでいきまーす。まあ、装備が揃えばね、意外と早くいけるもんだわな。うん。基本的に無視していけば、いけるところはいけるんで、無視しながら、
やっていく感じだね。うん、でもどうしても戦わなきゃいけないところっていうのは出てくる。うん、そこはまあトリガーを使ってもう一気に片付けていけばいけるでしょう。急げ急げ急げ、余って待って、まずこっちから破壊していった方がいいね。どんどん行こう。ここでしょ、ここ。やばい。嫌な音がした。違うか。なんか、配電のね、嫌な音がしたんだけども。違ったか。あ、やばい、やっぱいたいたいた。配電はね、厳しい。よし、OK。あと2箇所ですね。ちょっと待って。回転はちょっと勘弁してください。序盤はね結構回転ってやばいよね。うん、回転ものすごく嫌なエンチャントよ。どんどん行きましょう。とりあえずここは片付けよう。ちょっと待って、うっといのがいる。でゴーレムどこだ？あ、いたいた。でも嫌だな。嫌な敵が周りにいる。あ、もう少しで、クリアですね。全然早くクリアはできそうだ。オッケー。大急ぎで行くっていうのもね、なかなか面白いよね。結構俺好きだな、この急ぎ気味で行くっていうの。走り抜けはしないけど、まあ、走り抜けるところもあるけど、ね、安全地帯とかを考えながら行くっていうのも面白い。結構好き。よいしょ、ケイレベルアップ。やべえな、エンチャンターやばいな。 OK、 まずあいつらから倒さないと敵はまず倒せなくなるもんね。多いな、エンチャンター。どうした。では、ボスを倒しておしまいですね。OK。今日も1時間半、頑張れました。ドラ使いたいね。ドラを使って、もう一気に型をつけましょう。OK。おい、固まった。いける。あめい。これでおしまいでしょ。はい、では戻ります。はい、それでは戻ってきました。1時間半でパワーが211だね。うん、211のレベル80まで上がりました。もう251まであと40だね。あと40で終了です。で、ステージも、解放されたでしょう。いけた。プラス21までいけてます。あとは、プラス25は21のボスを7体ですね。なので、ここの最初のステージ全部をボス倒していけば終わりということですね。ついに、その時が来そうです。あと、そうね、2時間ありゃ終わるかな。うん。まあ、とりあえず、武器をまずいつものごとく、装備か。装備を鍛冶屋に入れて、で、パワーアップさせてから、スタートしていきましょう。お金足りる？これ。お金足りるかな？あ、大丈夫そうね。OK。もうこの3つがね、もうかなり強いやつなので、もうこれをパワーアップさせながらやっていきます。難しそうだけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。